はい、皆さんおはばちは、宮地幸です。それでは今日もですね、ポケットモンスターハートゴールドを縛り実況、チルと君に決めた始めていきたいと思います。はい、今日もですね、ちょっと最初にお知らせなんですけれども、現在ですね、ちょっと僕の体調がですね、あまり良くなくて、7月度のね、ダンスレッスンはすべてお休みになってるんですけれども、8月度もちょっと引き続きお休みということで、第3週目から一応復帰する予定です。8月の23日ですかね。はい、というわけでちょっとまだ1ヶ月ぐらい先になるんですけれども、早く、元気な姿を見せられるように今は、はい、休む時はしっかり休んで元気になりたいと思います。はい、というわけでじゃあ切り替えてジム戦やっていきましょう。コガネシティポケモンジムリーダーアカネ、ダイナマイトプリティギャルということで、さあ来ましたね。おお、頑張ろう。コガネシティポケモンジム。オースミライのチャンピオン。このジムはノーマルタイプポケモンの使い手が集まっている。戦わせるなら格闘タイプのポケモンがおすすめだな。久々だな、格闘タイプね。まあいいや、とりあえずブラッキーを育てながらいきます。あら、かわいいトレーナーね。お姉さん気に入っちゃった。でも手加減はしないわよ。さあ、よろしくお願いします。3体だ。あ、とにかくね、あ、めっちゃレベル低いじゃん。これはブラッキーでもいけるじゃん。一発でね、やっぱクリアしたいんでね。まあでも昨日のダイヤモンドもかなり調子が良かったから、もう一発でね、いけるんじゃないかなと勝手に思っております。さあ、頭突き行ってみよう。半分行きたいね、半分行きたい。おお、すごいすごい。もう一回尻尾を振るやれば。えい、おお、レベル高くなってる。いや、これ、AB に変えてみましょうか。念力。うん、これは強いですね。やっぱ覚えたら強いわ。特攻が非常に高い AB でございます。ブラッキーもレベルが上がりました。あら、終わってる。終わっちゃったね。回復アイテム購入禁止だからな。お姉さんを任すなんてすごいすごい。その調子で頑張ってね。頑張ります。どうなってるの。二人目行きましょうか。本気で来ないときついのを見ましちゃうわよ。本気で行きます。よろしくお願いします。二体もちゃん持っとるだからレベル高いんだよな。あー、ニャース好きですね。ここはまたまたエイフィーにチェンジします。念力でね。ノーマルタイプで相手はタイプ1なんで攻撃力がね、やっぱ高いから結構ダメージを食らいますね、こっちは。あー、やばい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 。あぶねー、電光石火ないよね。オッケーオッケー。非常にこれはやっぱりもう白熱してますね、序盤から。ゴースはダメージは、あー、いやでもダメだ、噛みつく覚えてるからダメなんで、ここはエースチルト出します。そうですね、ここは歌う夢食いコンボでいきます。
うん。素晴らしいですね。かなりダメージ与えられます。えい、やん、ごめんね、私のニアシちゃん。どのタイプのポケモンも攻撃できるように技を教えたんだけどな。いやー、強かったですね。何人だ、4人、4人か。とりあえず回復させないと。やべえ、アカネ戦緊張する。このペースだとなんか、まあ次回になりそうなんですけどね。ちょっと今あんまり余裕もないので、僕自身が。声だけは元気になってます、先週よりも。はい、あとね、皆さんありがとうございます。で、そうだ、ポケモン GO もね、配信が始まりましたね。で、僕は一応はじめ、まあソフトだけダウンロードして、ソフトじゃねえや、アプリです、ごめんなさい。アプリだけダウンロードして、はい、一応自分の部屋でね、人影は捕まえました。そこで終わってます。ちょっと外にもう暑いしね、上からか、もう真夏ですから宮古島。はい、行きましょう。あと2人ですね。やっぱり女の子だからって油断しない方がいいわよ。油断はもちろんしないです。さあ、いったよ。これも噛みつく覚えてそうなんだよな。しかも威嚇か。これはエイフィーで頑張りたいですね。噛みつく覚えてそうなんですけど、うん、まあこれはしょうがない。でも2回で多分いけると思います。うん、おお、ここで噛みつく使って、ああ、使ってきたか、やっぱ。おお、ぶね、ああ、いるんだった、いるんだった。これが怖いんですよね。うっそうです。ここはもうブラッキー頑張ってもらいます。頭突きですね。攻撃は下がってますが、甘えるか、ここで。かわいい顔してね、強いですね、ブル。やっちゃった、私が油断しちゃったみたい。いやー、強かったよ、強い強い。ポケモンの世界ではオスとメス、どっちが強いのかしら。このままいきます。強いポケモンより可愛いポケモンが好き。でも私が持ってるのは強くて可愛いポケモンよ。あ、このセリフは覚えてますね。なんか覚えて覚えて。おー、いいね、プリンも好きです。プリンはもう防御力が低いんで、もう実好きで。あー、半分いかない。丸くなると上げてる間に攻めていきます。おお、このメロメロ忘れてたな、これも。やべえ。あ、これミルタンクやっぱ。恐ろしいわ、やっぱり。山レベルがなんとか上がりました。追い打ち嬉しいです。さあ、何を忘れさせましょうか。あ、手助けだ、手助けを忘れさせます。
いや、このままいきます。で、丸くなるのも使ってくるんで、追い打ちどっちが効くかな。微妙ですね、ダメージ。あ、それでも2種類の攻撃がね、使えるようにしたっていうのはでかいですね。またかよ。頑張って、ブラッキー。ブラッキー頼む。これがね、ニルタンクでこれになっちゃうともう、相手はもうメスだもんな、絶対。で、こっち押す押すの。やばいぞ。これは。うわー、これは最悪の展開ですね。お願い、お願い、早く起きて。起きたところでメロメロだからな。ぐっすり眠りすぎだー。着々と防御力も恐ろしいな、プリン。できれば変えたくないんですよね。お願い。オッケー、なんとかこれはいけるでしょ。オッケーです、やった。まだいるのか。そっか、まだいるのか。追い打ちで攻めていきます。メスだもんな、また。こわー。あ、オッケー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 。やったぜ、なんとか。これマジやばいわ。あかねちゃんに勝てるよう頑張ってるのに、まだまだなのかな。なんか落ち込んじゃう。なんてね、負けたら次頑張ればいいの。はい、というわけで次回にします。はい、あかね挑戦していきます。皆さん、お楽しみに。ありがとうございました。宮地ゆきでした。